じゃあ改めて今日の動きを確認するぞ。はい。抽選50番以内のやつは全狙いで北斗の島、取れなかったやつは少数設置騎士のへこみ台狙い。ただし1台設置や2台設置は避ける。抽選が悪いやつはディスクかリセ狙い。それでもダメなら一旦見で。了解です。さて今日も言われた通りにやるとするか。レシオタイム。じゃあこれが今日の分の日当。ありがとうございます。俺の名前は北島仁、国内最大級の規模を誇るパチプロ軍団に所属している40歳。国内最大級といえば聞こえはいいが、仕事内容はあくまでパチプロ。毎日ひたすら上から指示された通りの台に座り、それを打つだけの生産性のない日々。傍から見ればパチンコばっか打ってる無職と思われてもおかしくないような生活だ。では明日の予定は追ってラインする。今日のところは解散。はい。俺がパチプロ軍団に所属したのは半年前。もともとパチンコやスロットは趣味程度で、勝ちにこだわって打つというようなレベルではなかった。しかし去年の秋頃あたりからか、その時自分の働いていた会社が経営不振に陥り、給料が大幅に低下。それどころか解雇されている同年代の社員も多くいて、もはやこの会社にいても未来はないと思うようになり。パチプロ軍団か。パチンコ打つだけで日当が出て昇給もあり、次の仕事にありつくまでのつなぎならちょうどいいかもな。正直お金さえ稼げれば何でもよかったし、パチンコだったら経験もあるから簡単にできると思っていた。事実今のところ特に困ったことはなく、順調に仕事をこなせている。勝つために必要なことは上の人が教えてくれるし、俺がするのはただ言われた通りの台を打つだけだ。とはいえこの日当じゃ少し寂しいよな。俺ももう40だし。もともとつなぎの仕事のつもりではあったが、40歳の再就職活動というのは想像以上に険しい道だ。特に俺のように特別な資格も技術もない人間は大体の会社が雇ってくれない。となるともうしばらくこの軍団に所属し続けなければならないわけで、1日15,000円。ま、所属当時の1万円からは5,000円昇給したけど、もう少し金額が欲しいな。月に100万とかもらってる人もいるみたいだし、まあそこまでは贅沢言わないけど、俺も50万くらいは。ま、引き続き言われた通りに仕事していれば昇給もしていくだろう。他の連中で100万とかもらえるなら俺にだって可能なはずだ。何せ所詮はパチプロ、大した仕事じゃないしな。翌日、いつものように早起きしてお店に向かった俺は、その途中で牛丼チェーン店へ立ち寄る。牛丼つゆだくの特盛りで、あと半熟卵。パチンコを打っている間、昼休憩というのはほとんどない。というのも、一度台に座ったら一回転でも多く回す必要があるため、手を止めている時間は極力減らさなければならないからだ。なのでこうしてできるだけ朝は多く取り、お腹をいっぱいにしてお店へ向かうことにしている。ひとしくんは今日はスロットだね。このお店はチョメダルサイプレイに制限があるから、先に現金を渡しておこう。お願いします。じゃあひとまず3万円、あとこれ会員カードね。ありがとうございます。最初の頃はこのやり取りをする際、必ず身分証と交換でしか軍資金を渡されなかった。それもそうだ、パチプロ軍団に来る人間の中には社会不適合者や何かしら心に闇を抱えた者も多くいる。軍資金や出玉の持ち逃げなんていうのは当然警戒しなければならない。幸い俺は直近まで普通のサラリーマンとして働いていたこともあって、そのあたりの素行もよく、今は多少信頼されているのか、ある程度の金額までは何もなしで預けてくれる。それと悪いんだが、今日は君に一人新人をつけたい。え？昨日入ったばかりでね、あまりスロットの知識はないんだ。打つ台は指示してあるから、ちょいちょい様子を見てやってくれ。よろしくお願いします。あ、わかりました。新人の相手か。ま、適当に見ておけばいいだろう。たかがスロットを打つだけなんだし。暇だ。俺の台が高設定であることはすでに確定しているし、考えることは何もない。ただレバーを叩き、ひたすら目押しをしていくだけの作業。そういえば新人の様子はどうかな。一応ちょろっと見に行くか。大した問題はないだろうけど。スイカまで滑ったらここを押して。どう調子。あ、ひとしさん、なんとか目押しは少しずつできるようになってきました。
別にこの台レア役全部リプレイだからこぼしたって問題ないけど。え、そうなんですか。じゃあ適当打ちでいい？うん、よかった、ほっとしました。それよりも回すスピード遅すぎるからもうちょっと早く回した方がいいよ。すみません、急いで回します。うん、ま、こんなところか。どうせあの台も会長から指示された台だし、おそらく高設定だ。適当に回してれば問題ないだろう。うん、ひとしさん調子いいね。あ、はい、まあ高設定なんで。周囲の調子はどう？わかんないっすけど、多分前代高設定なんじゃないっすかね。せっかく島の中に座ってるんだから他の状況も見とかないと。万が一ってこともあるしさ。俺の代は確定してるから大丈夫ですよ。どっちにしても回すだけなんで。まあ君がそういうスタンスなら俺はこれ以上何も言わないが。え？仮に前代高設定が確定してても周りをよく見とけば空きそうな台とかもわかるし、常に周囲を気にするに越したことはないぞ。それじゃ、確かあの人は班長っていう役割の人だったかな。多分ああいう人が月に50万とか100万とかもらってるんだろうけど、なんかスロットを打つ程度であそこまで真剣になるのもバカバカしいって気がしちゃうよな。そして閉店後。すみません、めちゃくちゃ負けちゃって。しょうがないよ、結局高設定確定演出一回も出なかったんでしょ。はい。どうやら新人の打っていた台は外れだったらしい。幹部の人曰く、もともと狙いの台の精度としては5割程度の台だったそうだ。一方俺の方は快勝、引きが噛み合い9000枚以上のメダルを吐き出すことができた。はい、それじゃあこれ今日の日当ね。ありがとうございます。すみません負けたのに。しょうがないよ、次はもっと勝てるように自分なりに工夫してみてね。俺たちもいろいろ教えるから。はい。ひとし君、君もありがとう、たくさん出してくれて助かったよ。どうも。じゃあこれ今日の日当ね。 ありがとうございます。受け取った金額はいつもと同じ15,000円。せっかくあれだけ出してもボロ負けした新人ともらう金額に大差はない。はぁ、ん？なんかやる気なくなってきたな。ひとし君。あ、はい。ちょっとこの後時間あるかい？それでどうしたんだい、暗い顔してたけど。ああ、実はどうやら会長は俺の表情を見て何かを察したらしい。わざわざ飲み屋に連れて二人で話す時間を作ってくれた。なるほど、モチベーションが低下していると。はい、やっぱりもう40ですし、このままパチプロ軍団に所属していていいのかなって。確かにな、パチプロの世間体は良くないし、将来性だってあまりない。今の自分に迷いが生じるのはわかるよ。少し意外です、会長からそういう言葉を聞くのは。ま、事実だしね。こんなこと言ったらあれですが、会長はなぜパチプロ軍団を作ろうと思ったんですか？なんだろうな。もともと俺はさ、大学受験も就職活動にも失敗し続けた出来損ないみたいな人間なんだよ。その上パチンコにはまってバカみたいに負けてさ、お金もないし職もないし学歴もない、ほんと救いようのない状態だった。会長もパチンコ負けてる時期あったんですね。あったあった、最初はそりゃ負けるさ。そもそもパチンコなんて普通に打ってたら負けるようにできてんだから。それでどうして勝てるように？なんでだろうね、追い詰められてたからかな。もう失うものもなかったし、とにかく勝たなきゃやばいってことで必死でパチンコの勉強をしたのよ。毎日データ取って毎日立ち回り考えて。もちろんその間就職活動もしてたけどね、どこも雇ってもらえなくてな。なあ、俺って社会不適合者なんだなって思い知らされて、それでもお金が欲しいから必死でパチンコの勉強をして、だんだんね、続けていくうちに月に50万くらい勝てるようになってた。新卒で会社に入った奴らより全然大きな金額が自分の手元に残るようになった。それで思ったんだよ、社会不適合者の俺でも頑張って何かを突き詰めれば人より優れる部分もあるんだなと。まあそれがパチプロなのはどうなのって思うかもしれないけどね、とにかく俺が最初に成功したのがパチプロだったんだよ。なるほど、それから利益を拡大するために軍団を。もちろんそれもあるよ、でも一番は俺みたいなどこにも行き場のない人たちを勝たせてやりたかったからかな。パチンコとかスロットって別に無資格未経験でもやれるしさ、何の能力も経験のないやつでも頑張ればそれなりに稼げるだろ。確かにそうだ、俺みたいな40歳で大
大した能力もなくて、転職活動をしても全然雇ってもらえないようなダメ人間でも、会長は拾い上げてくれた。本当に情けない。俺はずっと所詮パチプロだからとバカにし、自分で考えることも工夫することもしなかった。前の会社でも同じ。会社の経営不振をどこか他人事に捉え、自分では特に何もしないままただ逃げるように会社を辞めた。ずっと受け身で、ずっと惰性で生きて、その結果周囲の環境にばかり不満を垂らしている。こんなんで自分の何を変えられるって言うんだ。ましてやたかがパチプロだと思うなら、そのパチプロすら心折れてまともにこなせないようじゃ、どんな仕事をしたって結局同じだろう。会長、ん？俺やっぱりパチプロはやめると思います。うん、それでも別にいいと思うよ。でも、ん？その前にもっとここで活躍できるように頑張ります。やめるのはその後で。ふん、そっか、わかった。そして数ヶ月後、子役の調子はどう？はい、今のところは設定6以上です。一応子役は数えはするけど、参考程度だからね。基本的には周囲の状況を見て押し引き決めて。今日はこの4台中当たりなのは1台だけだから。わかりました。俺は能動的にパチプロとして動くようになり、気づけば立場は班長へ。月の収入も50万を超えた。いつまでもパチプロとして続けていくつもりはない。でもせめてここにいる間は。じゃ俺も自分の台に戻る。何かあったらこまめに報告して。はい。与えられた環境の中で自分にできる精一杯を発揮してみようと思うのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。